こんにちは、ゆうでぃです。今日はアメリカのスーパーマーケットに行くところを Vlog でお届けしたいと思います。1週間分の食料と、あといろいろいいものがあったら買っていきたいと思いますので、では行ってみましょう。It's too late now to turn around and back again. Hi. Allison? Yes. Okay. I'm sorry, I'm not perfect. Thank you. I guess it's for the best, not the worst.こんな感じで、こうやって洋服もあるし、生活用品とかもたくさんあります。いろいろ掃除機とかアイロンとか何でもありますね。ゲームも。ここはおもちゃ屋、おもちゃ売り場ですね。こんな感じでおもちゃ売り場もたくさんあります。自転車も売ってるし、ここに来ればほとんどのものが揃います。筋トレグッズやスポーツ用品店、スポーツ用具もあります。これは何だろう、キャンプグッズかな。こっちは食料品ですね。すごい、スイカの傘が綺麗な。ここは冷凍食品かな。ここが牛乳と、あと他のいろんな飲み物。こんな感じでたくさん食べ物売ってます。ここは野菜系かな。こんなどでかいスイカも置いてますね。1個4ドル88セントこの横にある EA は、1個あたりの値段が4ドル88セントで、リンゴの1ドル77セント、LD って書いてあるのは、1ポンドあたりの値段かな、が LB だそうです。パスタを買ったんで、ソースは買おうと思うんですけど、すごいいろんな種類がありすぎて、どれを選んでいいか全くわかりません。トウモロコシを買いました。1個40セント。と白玉ねぎとズッキーニとブロッコリーも買いました。あとレタスが欲しかったけど、ここにはないんで、なかったんで、これを買いたいと思います。お肉系はここにあります。こんな感じで売ってます。と次はお肉を買いたいと思います。これにしようかな。これも美味しそうなんで買っちゃいます。お菓子コーナーに来ました。こんな感じで大量のお菓子が、しかも特大サイズのがずらりと並んでます。多分これはファブリーズかな。ファブリーズですね。はい、1本買ってみます。オイコスのヨーグルトも買ってみたいと思います。あとは水を
飲み水を買いたいんだけど、なんかなかなかいいのが売ってない。お水ありました。クリスタルカイザーのお水が僕は好きなんですけど、それはないですね。残念。はい、ということでホテルに帰ってきました。こんだけの量を購入しました。これがレシートかな。こんな感じで、合計62ドルかな、62ドル46セントが合計金額です。はい、結構買いましたね。1週間分の食料だけど、1週間持つかな。じゃあ買ったものをちょっと開けて見てみましょうか。はい、全部でこんな感じです。合計で62ドルちょっとでした。はい、ということで今日の動画は以上になります。この動画がいいと思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。またアメリカ生活でこんなのが見たいとか、こんな動画を撮ってほしいと思った方はぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。